はい。では南サンドリアに向かいます。はい。では扉を調べます。あら、じゃないの。ふふ、ご苦労だったわね。バルドニアでのあんたの活躍は、サンドリアまで届いてるわよ。連合軍の皆さんの間でも、っていう勇敢な傭兵が、反撃の足がかりをつかむきっかけを作ったって、噂されてるみたい。ふふん。あんたに、最初に目をかけたのは、この私ですからね。この慶眼に来るようはなかった、ってわけね。あんたの活躍のおかげで、バルドニアでは軍を立て直して、最後の戦いに備えているようよ。ん？どうしたの？何か物足りなそうな顔してるわね。リーゼットのこと。え？リーゼット？誰やそれ。聞かない名前ね。は？自分の相棒で一緒に水晶対戦を戦った？何言ってるの？あんたが何もかも一人でやりきったんじゃないの？あんたは孤高の兵として名が通ってるのよ。ラジリーズのこと。ラジリーズ様は王立騎士団に戻ったそうよ。と言ってもバルドニアでの記憶はないようなんだけど。その処遇について連合軍の上層部にサンドリアのみならずウィンダスやバスークから嘆願書が相次いでいたんですって。その声に応えて、ラジリーズ様の除籍処分は取り消し、鉄を騎士隊を再結成する運びとなったらしいわ。ふふふ。それでね、ついに、式を挙げることにしたんですって。え？誰がって？相変わらず、鈍いわね。ラジリーズ様と、後者がよ。連合軍が追い上げムードになったでしょ。最近、明るいニュースもなかったし、一丁、景気づけにってことらしいわ。もう、こんなおめでたいこと、久しぶりでしょ？うちのみんなも張り切っちゃって、総出で終わるわよ。ほら、これ、招待状よ。あんた、一つのところにじっとしてられないでしょ？ここに寄った時に渡してくれって、ラジリーズ様から預かってたのよ。間に合ってよかったわ。そろそろ、私も支度しなくちゃ。ジュノの教会に行ってみてちょうだい。はい。では、ジュノに向かいます。はい。では、武器を外して、扉を調べます。ラジリーズ殿と砲車殿の式に参列されるんですか？急いでください。もうすぐ始まるみたいですよ。あ、あんた。砲車と師匠の友達の子。だよね。こっちこっち。もうすぐ始まるよ。静粛に、列席者は中央の通路を開けられよ。本日、ここに、我らが集いしは、神聖なるラジリーズ・ビー・バルマと、ポーシャ・フォンテーンの結婚の儀を見届けるためである。新郎、新婦、参られよ。うわ、綺麗。いいわね。私もいつか着てみたいわ。え？いやーね、タキシードの方よ。この昔、女神アルタナが慈悲の涙を流され、我らがこの世に生を受けしとき、各望まれた。
愛を受け入れよ、と。このバナディールを再び美しき世界とするためである。今日、ここにいる二人も、御母なる女神の願いに応え、一歩を踏み出さんとする勇気ある者たちである。何時、この斧をめとり、たとえ刀折れ、矢尽きようとも愛し続け、決して背かぬことを誓うか？はい、誓います。我が名誉にかけて。何時、この者に嫁ぎ、たとえ刀折れ、矢尽きようとも愛し続け、決して背かぬことを誓うか？はい、誓います。この魂をかけて。では、誓いの言葉を述べよ。我、放射の剣とならん。我、常に放射と共にあり。あだなす刃を防ぎ、邪悪なる者を退けん。我、ラジリーズの刃とならん。我、常にラジリーズと共にあり。あだなす刃を防ぎ、邪悪なる者を退けん。女神アルタナの名において、ここに二人を正式な夫婦として認める。不運と栄光があらんことを。さあ、歩み出されよ。何時らの長き旅へ。おめでとう。幸せにな。王者ちゃんを泣かせたら承知しないぜ。よかった。よかったわ。幸せにね。もう、嫌ね。最近、なめもろくなっちゃって。披露宴は、竜電を逃げ出そうよ。来るでしょ？先に行ってるわね。はい。ではもう一度扉を調べます。よかった。来てくださって、ありがとうございます。お礼を言わないといけない気がして、ねえ。ああ。私たち、アルノニアで何があったのか、よく覚えてなくて。でも、気づいたら、サンドリアに帰ってきていて、こんなメモが手元に残っていたんです。ディーゼットにお礼を。なんだか、とってもお世話になったみたいだから。でも、ディーゼットって誰かしら？ご存知？イヤリングを見せる。これは？あら、これ、私のとお揃いのイヤリングなのね。珍しい。あら？こんなに嬉しい日に、どうして泣いているの？ごめんなさい。なぜかしら、わからない。でも、とても大事なものを、なくしたみたいな気がするの。あら？たら、ちゃんと楽しんでる？ほら、もうすぐ、受け取すよ。うふ、誰が次の幸せを受け取るのかしらね。
まあ、綺麗。あれで、アルタン様も祝福してくださってるみたいね。リーゼット。不思議な響き。とても暖かくてキラキラした。でも、少し切ない。いい名前だな。ええ、そうね。はい。では次はグローベルグに向かいます。はい。では石を調べます。次なる時が交わり、再び帰る時、一縷の涙が願いました。誇り高き勇気があなたの支えとなるよう、汚れなき慈愛がいつもあなたを癒すよう、わずかながら力をお貸しします。そのリーゼットの髪飾りに、あなたの望む力を付与してあげましょう。小さな器に付与できる力には限りがあります。よく考えて選んでください。熱中。と、TP ボーナス。あなたの望む力を与えました。お受け取りください。はい。胡蝶のイヤリングをゲットしました。はい。ということで、新たなミッションがクリアできました。今回はこれにて終わりだと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。